おのれ、私とマイスイートエンジェルのパーティーを邪魔したわね。アキホがびっくりして泣いちゃったじゃないのよ。私は魔物自体には興味ないんだ。アキホに危害を加えなければ用はないけど、手を出したからには許すわけにはいかない。アキホはユサに任せた。転校生、あんたも来なさい。私がどれだけ怒ってるか消し済みになるまで教えてやるわ。燃えろ燃えろ、私たちの邪魔をした報いよ。いや、こんなのじゃ全然足りない。燃やすだけじゃなくて、潰して凍らせて切り刻んでねじり切って消滅させる。それでこそ私の鬱憤が晴れるってものだわ。それだと魔力が全然足りない。よし、あんた全部聞いてたわね。ならするべきことは分かってるわね。待ってたね、アキホ。お姉ちゃんすぐにでもアキホに会いたい。だからとってもとっても頑張っちゃうの。応援しててね。学園を襲う魔物、もうそんなに珍しいってわけじゃなくなった。前みたいに学園が襲われたら一大事だった時代が懐かしいわ。女神かしら。いや、なんでもない。なんとなくそう思っただけ。誰かのおかげで私たちは1年を何度も繰り返している。第8次進行が来ないで済んでいる。でもそれが歪みを生んでるとしたら、この学園は少しずつ襲われているんじゃない。別に根拠なんてないわ。思っただけだって言ったでしょ。そんなことより、あいつらが仮装じみてることの方がおぞましいわ。ハロウィンだからってハロウィンみたいな魔物が出てこなくたっていいのに。ま、どんな相手だったとしても愛の前では無力。わかるわね。私がアキホのために一匹残らずぶっ飛ばすから。そのために魔力をよこしなさい。ありったけね。ちょっとは信頼してやってもいいわ。だから後ろは任せる。打ち漏らしたりなんかしないわ。私を誰だと思ってんの？